ょっと、なんかところどころさ、僕のこと舐めてるよね、なんか。下に見てるよね、なんかところどころ。ねえ、なんか。まあそんな感じで、まあ今日初対面で、まあでも僕はね、なんやかんやちょっと緊張しちゃったな、なんか。いや、なんなら今も緊張してるしね、本当に。いや、違う、今日チョロ制服じゃないですか。そう、今日ね、制そう、服着て今くれた日制服なんですよ。で、それのあれが、なんかノラ先輩が着てきてほしいって言うなら、着ていきますっていう話をしたんですよ。じゃあ、だってどうぞ。どうしますかみたいな、なんか制服とか着てく予定なかったんですけど、ノラ先輩が着てきてほしいって言うなら着てきてあげますみたいな、そうそう、そんなこと言っとるよ、見たいなって言っとる。えじゃあ分かりました、仕方ないのみたいな、半分なんか言わされた感じだったけど。ねえ、なんかそれをさっき着替えてきたら、着替えてきたちょっと待って、第一声、えかわいいかわいい、めっちゃかわいいんだもん。すごい可愛かったし、なんかそれをなんかすごい見たがってたセバスチャンがやっぱ改めて気持ち悪いなと思って、マジで、マジでキモいなと思いました。まあそんな感じで、今セバスチャンのお話も出たんだけども、今日で新装組に入ってもう1週間やっと経ったという感じですよね。いや、昨日で1週間だね。そうかそうかですね、はい。どうですか、新装組に入って。いや、やっていけそうですか。いや、もうね、初っ端から謝罪会見を行ったので、もう余裕ですね。そうね、確かに、なんか、ね、はい、僕の時もなんか謝罪したりすることとかもあって、なんか、さらにね、ドタバタな1週間だったから、そうですね。セバスチョもね、なんか謝罪文みたいなのをなんか出してたよね、手紙みたいな。そうですね。わからせチョロさんのお母様へ。そう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 。うん、みたいなこともあって、すごい怒涛のね1週間だったと思うんですが。ね、僕的にはね、そのやっとね、使用人一族かっこ1人だった中で、新しく使用人一族の2人目でね、後輩のね、あのメイドの子が入ってきたっていうので、めちゃめちゃ嬉しいのでね、これからもっと一緒に頑張っていけたらなと思うんですけどね、なんかちょっと。なんかでもさ、僕もね、いやマジで正直な話、なんかセバスチョンに、いやなんかいろいろ、なんかノラさんいろいろ教えてあげてくださいとか、なんかね、リスナー流してやってくださいとか言われて、いや初めてのことですごい僕困惑してるんですよね。まあなんか知ってる人もいると思うんですけど、まあだからなんかこう、例えばだけど、そのねねまろお嬢様みたいな、僕はあの姉御肌でも全くないし、こう自分なんか、おい、なんかついてこいみたいなタイプでもないから、あんまりこう、なんだろう、いい先輩には、なんか、なれるかどうかっていうのは分からないんだけども、まあ、本当にね、僕でよかったら、ね、全然ね、いろいろ、教えられることであれば全然教えるので、もう、気兼ねなく聞いてほしいなと思います、本当に。何笑ってんの？こんなに必死に喋ってんのにさ。いや、なんか必死に喋ってんの、やっぱ可愛いなって思う。待って、僕こんなにさ、頑張ってさ、その、初めてのこの戸惑い、初めての嬉しさ、後輩ができた嬉しさと、戸惑いで必死にさ、ペラペラ喋ってさ、今日はさ、チョロちゃんの配信なのに、僕がその、なんかリードで、なんかその、僕が司会みたいな、司会進行役を任されてるから。やってくださいって言われてましたもん。ペラペラ喋ってる。バカみたいな、頑張って喋ってんだじゃねえよ、ほんとに。なんか可愛いですもん。まあ、それで、まあ、そんなところで、今日はですね、セバスチャンが考えた企画なんですけど、はい、企画内容に移っていきたいと思います。本日はですね、豚の金玉の生姜焼きです。なんかでも金玉をこれ潰したのかな。待って、これ、何、金玉潰れてない、これ、なんか、どういうことなんだろう、これ。金玉、玉は玉でもなんか潰れてないですか。なんか平たいですね。なんか平たいよね。平たいですよね。なんかこれ、みんなが痛がっちゃう。ねえ、これ、なんか通貨が共有してるリスナーもいるけど、大丈夫かな。大丈夫かなこれ。でもなんか見た目そんなに金玉って言われなかったら全然わからなくないですか。ただの肉ですね。なんか普通に食べれそうな感じしますけど。じゃあ、使用人の二人は金玉を食べます。はい、今から。語弊が生まれ
ますよ、これは。ちょっとね、僕過去にも金玉食べたんですけど、うん、結構なんか、癖がね強かったんですよね。金玉ってやっぱあれなので、あの精子がいっぱい詰まってる。ご飯中のリスナーさん本当に申し訳ないです。あの金玉ってやっぱりあのね、いろそういうものが詰まってるので、うん、あの精子がたくさん集まってるものなので、ちょっと癖のある味がするんですけど、果たしてここがねするのかどうかっていう感じですよね。ちょっとじゃあ食べようか。食べましょう。はい、はい、ちょっとどうぞ。あ、ちっちゃくないですか、ノラ先輩。おい、ちょっと何僕の金玉小さいみたいな。ちっちゃくないです。何、ノラ先輩、金玉ちっちゃくない。これ僕のじゃないから。違いますよ、早く取って。ちょっと待ってくださいね。はいはいはい、ちょっとちっちゃくないもん。ちゃんと中から言ってくんない。え、どう、匂い嗅いでる。うん、ただのちょっとネギ食べよう。うん、なんかあんまりただの匂いじゃない。うん、そうですね、なんかあんまり普通のお肉の感じです。うん、じゃあどこ食べましょう。はい、いただきます。いただきます。うん、柔らかいね。めちゃめちゃ柔らかいし、うんうん、そしたら野呂先輩がパッて前に行って、私の方向いて座りな。やめてよ。ガチでやりにくいんだけど、こいつ。本当にやりにくい。あ、これね、はい、こんな感じで、はい、これ。いや、覚えてますよ。でも、はい、あの座りな。もうやめてんじゃん。もう言われるからやめてよ。座りなんて、座った方がいい。いや、なんかさ、やっぱね、長旅で疲れてるかなと思ってさ。座りな。そんな言い方してないだろうがよ。そんな皆さんブレス多めに言ってませんからね。普通に座りなって言ったんですよ。もういいって、ほんとに。あ、なるほどね。いや、なんか、いただきます。はい。ちょっと見たくないんで、ちょっとこれ折りますね、ちょろ。いいよ、ちゃんと見て、ちゃんと見て、ダメだよ。ちゃんと開いて見て、ちゃんと開いて見て。ちゃんと開いて見て、やだ。やだね。先輩、セクハラしてくるんですけど。ちゃんと大きく開いて。大きく開。どこですか。ここだよ、ここ。やめてよ。いや。行くよ。やれ、入れるよ、かっこ口に入れるよ。本当に最低だと止める人がいない。食べようね。はい、はい、いただきます。あ、なんかプ